かんない。俺知らないよ。わかんない。違ってんのかな、違ってないのかなぐらいの感じなの。ね、私の耳では。いや、なんかあの、ミンナス、僕好きでさ、はいはい、嫌いな人って結構多いんで、ミンナスって。そうなんですか？意外といる。すごい好きな人は好きだけど、はい、ミンナスワールド今、ちょっと、持ってかれたね。うん、続き散れましたね。こうやって、あのね、なんかこう、ミンナスにハマる曲だと、やっぱり、これは僕の言うトリップしやすいんだよ、ミンナスって。うんうん、ガーってこう、なんか巻き込まれていくじゃん。うんうん、あの、なんか全員がガーってくる感じ。あれの中に自分も入ってって、こう、わーってくらーってくる感じがあって、うん、今はそれがありましたね。うん、クラシックファンなのにミンナス聞くっていうのはなかなか、いや、なんか、関係なく。関係なく。なんか、そのジャズだって、全く聞かないわけじゃない。あ、なるほど。ですよ、うん。特に今、ストリーミングでポコポコ聞けるじゃないですか。うんうん、でなんかザッピングしてるときに、いいなと思った古いジャズの曲があれば、それは LP でも買う。で、それみんな当たったんだ。当たりましたね。この曲に当たったんだ。はい、これは、あの、CD も、リマスター初期、あと最近出た SACD を持ってるし、LP も、クラシックレコード復刻と、モノと、ステレオは、初期のオリジナルとセカンド持ってるっていう感じですね。すごいね。このバンド好きなんだ、すごい。そう。まあジャズは、なんていうか、クラシックって、基本的にオリジナルがまあ一番いいんですけど、ジャズなんかよくわかんないじゃないですか。うん、なので、まあオリジナルも買いつつ、気に入った版は、まあ一通り買いつつっていう感じですね。復刻も悪くない場合もあるし、それで微妙なんですよ。はい。うん、面白いですね、うん。で、なんかあれでしょ？これ、機能、いろいろ変えられるじゃない？そうですね。これが正しいかどうか俺よく分かってないんだよね。いや、いい音出てたら正しいんじゃないですか。あ、じゃあもういいのか。そう、それでいいんじゃないですか。ファジーなところが、なんていうんですかね、あれ、この面白いところ。まあ、今、ちょっと、今コロンビアのレーベルのレコードなんで、うんうん、これ EQ カーブの切り替えっていうのがついてる、うんうんうん。EQ カーブの切り替えについて詳しく話し始めると、時間がいくらでも足んない。まあ、もう、そうだよ。泥沼なので。泥沼。ガス沼だけどね。泥沼。はい、違うので、今は、あの、考えずに、コロンビアカーブで、はい、はい、コロンビアカーブ、うん。で、この他にリアと、もちろんリアと、デッカ、A デッカのエフェクトアガルカーブの切り替えがついてます。で、あと、まあ、一つ重要なのが、MM の時の負荷容量で MC の時の負荷抵抗、なんかこれ呪文のような負荷容量で負荷抵抗だったり、実際分かって設定してる人もどんだけいるんだっていう話、分かんない、俺知らないよ。分かんない。でもっていうかね、いろいろ変えてみてもなんか違ってんのかな、違ってないのかなぐらいの感じなの、ね、私の耳では。はい、じゃあちょっと実際に変えてみましょう。変えてみて、はい、でそれがあの取れるかどうかってこと、取れるかどうか。で、むちゃくちゃ変わってて、あいつこんなこともわかんないのかよっていう、そういうこともありますけど、はい、わかんないんですっていう。いや、はい。で、まあ、セオリーは、カートリッジのメーカーというか、カートリッジごとにメーカーが、推奨値っていうのを言うんですよ。うんうんうん、例えば、44G なら、450ピコファラット、深い容量なんだれば、450ピコファラットにしてくださいって言うんですけども、実際のところ450ピコファラットって、この端子のところからこのカートリッジのシェルのアウトまでが400ピコファラットで、この内部も何ていうんですか、それ加味しないといけないんですね。だから450ピコファラットからといって、こういうと450ピコファラットにすればいいってわけじゃない。ここの間を加味して、まあ多分そうだな、このぐらいだと100ピコファラット、150ピコファラットぐらいだから、こっちを300ピコファラットぐらいにするといいかなみたいな。その一発ケーブルが入るじゃない。はい。で、もうそれが話したらややこしくして、ややこしく、ややこしくしてんだよ、はい。で、それで俺はもうそれは放棄した。放棄した。もう、ケーブルのことまで考えて、これを調整するとちょっと俺わかんない、はい。もう計算できない。うん、ので、俺は長官で合わせて、そうですね。やっていくっていうのが一番いいんだよ、ね。はい。手頃なところで。はい。で、今見たら400ピコファラットになってて、うん、まあちょうどよくいい感じになってたんで、これをあえて崩すのもあれなんですが、まあ一応機能説明ということで、はい、これあえて200ピコファラットにしてみて、うんうん、ちょっと聞いてみようかなと思います。で、これ裏面にすごいスイッチがビエーってついてるんですよね。そう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 、
見づらいとかよく言われるんですが、まあ一応これのつまみを切り替えるための地図のドライバーが付属品で付いてますので、この裏の説明とか、あとウェブサイトにある、設定ガイドを見ながら、そうそうそう、図解説明あるからその通りに動かしゃいいっていう話ではあるんだけどね、はい、でもし分かんなかったらサポートまでお問い合わせくださいっていうことで、見てみますか。見てみましょう。だっていうところで俺よくわかんねえなと思ってまあつまりケーブルの負荷容量、うん、ケーブル持ってる規制容量が、うん、結構大きかったっていうことなんですかね。こっちの方が良かったんだよな、うん、しかし数値的には外してるはずなのに変だなっていうところでそこがまた面白いとこ。面白いね。まあでしかもその450ってのは純正針の時なんで、もしかすると、あ、それだって全然純正針じゃないよね。あのそこでいろいろ変わってくる。変わってきますね。これはもうちょっと探ってみるといいね。ちょっともうちょい掘ってみるよ、これ。あ、ぜひ。いろいろ楽しめるね、これ、ね、はい、うん。小さいだからこそ楽しめるところもあるし。そうだよね。そんな感じですかね。そんな感じです。十分です。十分ですか。多分十分分かっていただけだと思います。ああ、いいですね。はい、もし、もっと知りたい、うん、もっと聞いてみたいっていう人がいらっしゃったら、デモ機ありますので、ぜひ、ご近くのオーディオ店にお手掛けいただければというところですね。お、それなんですか。ちょっと聞けるわけですね。電話どんどん貸し出します。貸し出しもしてる、はい、うん、ちょっと楽しめると思いますよ。これ動かせるし、広い、ちっちゃいし、はい、今のこの横をどかしてやる必要ないし、ない、上にポンって乗せてもらえばそれで十分ですから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。